に失業するとずっとそれ厳しい。じゃあアメリカなんかどうかって言いますと、アメリカなんかの人で、その後に失業すると対抗が厳しいんですけど、逆に景気が良くなると、またパッとこう、雇用も良くなったりして、非常にこう、その時々の景気状況によって雇用の変化って大きいのが、日本はその後雇用が良くなってもなかなかチャンスが巡ってこないっていうところに、日本の厳しさっていうのはどうもあるわけで、だからこう、学校を卒業する世代によってだいぶ効果が違うっていう、もうこれも多くの方が感覚的に持っているものがどうもやっぱり日本が事実なようで、特にこれは、いわゆる低学歴層の人たちで、顕著だっていうことが、やっぱりあるわけであります。じゃあ一体何によってこれを生み出されたのかっていうことなんですが、さっきご紹介した、まあ我々の研究では、やはり日本に特有な様々な制度っていうのがこういう世代効果を結果的に生み出してしまったっていうふうなことを我々としては結論しています。一つは戦後職業安定法ができてから、この学校を卒業した後も中学卒、高校卒についてては、学校が対抗就職の圧政に対して強い関わりを持つっていうことをずっとやってまいりました。つまり、この卒業する学生が、生徒がどこに就職するかっていうのは学校の紹介、そして学校と企業との関係というのは非常に強く規定してきたわけであります。実際ね、この関係によって非常にこう、その子がどこに向いてるかっていうので、非常にこう、特有のマッチングっていうのは機能してきた面もありました。ただ、だんだんこう、90年代以降、こう、企業と学校の関係が薄れるとか、不況期でそもそも求人がなくなってくる中で、非常にやっぱりこう、そういう就職斡旋から、はぐれてしまった若者たちは、その後チャンスはやってこない。この企業による学校に就職斡旋って、ある意味では新卒者を重視する、新卒者に対して社会的に補助金を支払うようなシステムで、この若者の選別っていうのをこう補助金を使って、学校が半分請け負ってるみたいな形だったわけですから、どうしたってこう新卒が有利にならざるを得ない。そこからこぼれ落ちる若者たちが出てくると、やはりそこでなかなかチャンスが新卒者から生まれてこないという形になるわけであります。ただ一方で、もし雇ってもすぐ解雇できるんであれば、すぐ雇って辞める、雇って辞めるということで、まあ新卒以外でもチャンスがあるわけですけど、一方でご案内のとおり、やっぱり日本は非常にこう、実質的に解雇費用が高いものですから、この新卒を重視する就職斡旋の仕組みと、解雇費用の高さっていうものが、一方でこう、その新卒就職があぶれてしまった人たちに、大変厳しい負担っていうのを背負わせてきたっていう事実がやっぱりあるわけです。ただ難しいのは、どんな制度でも必ずメリットとデメリットがあって、これをもってして就職斡旋とか介護費用をすぐ下げるべきだという意見になるかというと、私はなかなかこれは簡単にはいかないだろうなということを思っております。全般的にやっぱりこういう就職斡旋によって安定的な雇用に移行して、そこで企業内訓練というふうなルートで、まあ、メリットを得て、まあ、それは経済成長の源泉になってきた面もあるものですから、どんな制度でも必ずコストとメリットでデメリットがあると。ただ一方でだんだんそのデメリットが大きくなってきたっていうのがじゃあ事実であって、まあ今回どう変化していくのかっていうことが大きな問題だろうと思っています。ただ一方で今こういう世代効果が今後どうなるかと考えますと、私はこう自然にこう世代効果っていうものはだんだん弱体化する可能性があるんじゃないかなってことは私自身は思っています。この就職斡旋制度っていうのは先ほどから何度も申し上げてますとおり、どちらかというと高校とか、今は少ないです。中学生とか、いわゆる低学歴層に対するシステムで、大学層に対しては適用されているものもありません。そう考えますと、今、半分以上18歳以上人口が進学する時代になると、いわゆる就職斡旋制度とは違う形で関わる子どもたちが増えていく。また、企業と学校の関係も変わっていくってものになったりとか、さっき申し上げた、だんだんこうウィークタイプが大事になってくると、まあ、従来のような世代効果のようなことが、今後ずっと維持されるかっていうと、私自身としてはやっぱりこれ自体も変わっていくんだろうと。社会の環境変化などで変わっていくんではないかっていうのが、私自身の、まあ、想像であります。さて、時間があと10分ぐらいになりましたので、これからまあ、コーポレーションとか企業、まあ、家庭とかあるかどうかわかりませんけど、まあ、どういう人材判断のやり方があるかっていうと、ややこう、抽象的に話をしてみたいと思っています。まあ、これからどういうあり方を目指していくのか、変革していくのかというふうに考えたときに、一つはこう、局っていう言葉で理解すると、比較的こう分かりやすいかなっていうのが、私自身のイメージです。まあ、これは実は私自身ではなくて、今、私が参加している近未来事業っていう中で、ある方からヒントをいただいて考えたものなんですけど、今どういう局に向かっていくのかと考えたときに、まあ、今おそらくこう、ポラライゼーションって言いますか、おそらく二極っていう言葉で象徴するのが、まあ、通さんの報告もそうですけど、今の日本のまあ人材配分のやり方だと、つまり正規と非正規に分断しているっていう。まあこれがやっぱり非常にいろんな問題を含んでいるっていうことはもう言うまでもないことで、様々な今回のショックも含めて、非常に経済調査のショックっていうのを非正規の方々がまあ負担しているっていうことで、まあなっているのは間違いない。
一方でこう正社員についても、まあ、ワークライフバランスの重要性が問われる中で、非常にやっぱりこう、長時間労働ですとか、やっぱ心身の不調ですとか、正社員がだからといってこう、満足を享受しているわけではなくて、おそらく正社員だとしても幸福ではない人がたくさんいるっていうので、今のままでは良くないだろうっていうのは多分多くの方のおそらく感覚なのだろうと。じゃあその時どこに目指していくのかっていう時には、まあ三つぐらいの方向があるんだろうなっていうことを思うわけで。一つは、まあもう曲を二曲じゃ一曲にしようっていう方向であります。つまり簡単に全員が正社員だ。もうこれは全員が正社員になるんだ。全員が正社員として処遇するんだ。処遇の安定を制度的にも補完していくんだっていうことを主張する向きもおそらくはあり得るだろうと。まあそれを望ましいというふうに考える方もいるでしょうが、おそらくこれはできれば可能だろうし、もし今後びっくりするように経済成長が何らかでできてきた場合には、これに近いことができるかもしれませんが、そうじゃない低成長の時代の中ではやっぱり就業期間を圧縮して、結局働くならば正社員しかないっていう状況になると、おそらくその正社員という雇用機会を持てない人たちが大体たくさん出てくるんじゃないかっていう懸念を、当然まあ経済学の方々は持つわけであります。一方でじゃあ一曲はダメだ。じゃあもう一曲言って、全員も正社員非正規にすればいいんだっていう。つまり正社員もどんどん首にすればいいんだと。雇用調整をもうどんどんできるようにして、正社員っていう既得権を撤廃するんだっていうふうな意見をなさる方もいらっしゃって、まあそれもそれとしてまあ考え方はあるだろうなっていう気もしますけれども、さっきの就職斡旋システムと介護費の高さっていうのが一部の若者たちに負担を押し付けたと同じように、やっぱり大部分に対してはまだまだ今のシステムの中で、やっぱりこう就職斡旋等でマッチングなされた部分もあるってことも、否定できないとすると、どうもこう全員非正規っていう考え方は、こう、角を貯めて牛を殺すっていうか、意見としては大変ドラスティックで面白いんですけど、ちょっと現実的にはなかなかこういうことを踏み込むには、どうかなっていうのが私自身の感覚であります。一方で、これ比較的こう経済学の方がお好きな意見で、無極化っていう、極なんかあるのが悪いんだ。でも、それは曲なんかないんだ。もう自由に移動していくんだ。これから曲なんかも、とりあえずどんどん移動していくんだ。移動の中で自分を磨き、まあ、成長させていくんだっていう、比較的流動感とかの方がお好きな意見で。まあ、曲なんかあるのが悪い。もう正社員に正社員ないんだ。まあ、これも大変こう、威勢のいい意見で、大変こう、私も言えるもんなら言ってみたいと思う時もあるんですけども。まあ、これは比較的こう、主張される方、ちょっと、こういう形で良くない。まあ、今日はインターネットやされてるから、あんまりいろんなこと言うなって言われてきたんですけど、ちょっとこれになったらこう、訓練費用を自分で負担できる、かなりこうスキルの高い方々がお好きな意見かなっていう感じがして、こう移動しながら自分を職人的にこうスキルアップできる方とかが、非常に高学歴の方、アメリカで PH、あれだもん、そういう方がなんかすごくお好きな意見で、ちょっとそれを全てに適用しろっていうのは、私は21世紀の後半ぐらいにこういう社会になってればいいなって思いますけれども、こう移動する中で自分自身をスキルアップできる人が全てじゃない。むしろ私、後で申しますように、ある程度安定的に居場所があって、その居場所の中で自分をスキルアップして、クッションの中でスキルアップするっていうのが現実とすると、どうも無極化論っていうのは非常にわかるんだけれども、現実的には非常にこう、訓練費を自家負担できる人たちに結果的に有利なシステムになるんじゃないかっていうのが私自身の感覚であります。じゃあどうするのがいいかっていうと分かりませんけど、一極も無極もなかなか難しいときに、あれば多極だろうな。さっきのダイバーシティって話がありましたけど、やっぱり多極を目指すしか少なくとも現状として方向はないんじゃないかっていうのが私の感覚です。ただ、多極っていうのを多様っていうのは何も使い方がでいろんなのができるので、私自身は現状の非正規、正規の二極を、やっぱ間を埋めるっていう風な形が、やっぱ現実的には一番大きいんじゃないかっていうので、冒頭でクエザイっていう話をしまして、まあこういうことがとても大事じゃないかっていうことを思うわけであります。もう時間が5分しかなくなってきちゃったので、ちょっとだけ現状すること許していただいて、少しだけお話をさせていただきますと、私自身はこれからの方向は、あと、